こんにちは、動画ファンの成田です。今回は YouTube 動画アップロード時に追加される新しい機能、 YouTube 動画自己診断プログラムについてご紹介いたします。では実際その YouTube 自己診断プログラム、どのようなものかと言いますと、 YouTube に動画をアップロードする、その目的の一つに広告収入を得るというのがあるかと思います。でこの広告収入を得るためにはさまざまな条件があるんですけれども、さらにこの広告掲載に適したコンテンツのガイドライン、これに違反していない必要があります。この広告掲載に適したコンテンツのガイドラインに沿った動画でないと広告つけることができなかったり、制限付きの広告になってしまって広告収入を得ることができなかったりすることがあります。でこの広告掲載に適したコンテンツのガイドラインに沿った動画かどうかというのを、これまでは YouTube が自動システムによって、機械によって判定をしておりました。なので時々自分では全く問題ない、このヘルプページを見てどこもガイドラインに沿っていて問題ない動画をアップロードしているのに、このように黄色いドルマークで制限付きという動画になってしまって、なんで広告つかないんだろう、収益化できないんだろうという動画があったかと思います。でこのような場合、多くの場合はこの広告の適合性というところで審査をリクエストというのをやっていただいて、人の目による審査を行っていただくと多くの場合が問題なく収益化ができていたのではないかなと思います。今回この自己診断プログラムを導入することによって、この機械判定、自動システムによる審査ミスをまず減らして、そして最初から正確に動画を収益化するということを目的に作られたということになるようです。そこで今回はその動画をアップロードした時に行う自己診断プログラムのやり方をご説明してまいります。ではまずいつも通り動画をアップロードいたします。画面右上のこの作成ボタンから動画をアップロード、もしくはこのダッシュボードの右上にあるこの矢印マーク、動画をアップロード、どれでも OK です。どちらかを使っていつも通り動画をアップロードしてまいります。では今回はちょっとこの動画ファン上には公開する予定のない動画なんですけれども、ちょっとテスト用の動画をアップロードしたいと思います。動画をアップロードいたします。これはもう通常通りです。そしてタイトルを入力したり、説明欄を入力したり、またサムネイルや再生リスト、そして子ども向け動画であるかどうかチェックを入れて設定を行ってください。はい、そしてこの1の画面ですね、この動画投稿画面の1の画面で左下、処理が終了しましたという表示になって、このようにサムネイルが動画の途中の画像で選べるような状態になりましたら次へをクリックしてください。その前にも次へをクリックして他のことできるんですけれども、この処理が終了しないと収益化の設定ができませんので、処理が終了しました、これを待ってこの2番目の収益化の画面を開いてください。そしたらこの収益化というところ、三角矢印をクリックします。オン、オフと選べるようになっております。ここで収益化をオンにします。そして完了をクリックします。そうするとこのように緑色のドルマークが表示されてオンになりました。なおここで収益化もともとする予定がないという場合は、ここから先の設定は特に必要はございませんので、オフにした場合はこの動画は関係ありません。オンにして完了をクリックして、次へをクリックして先へ進みます。そうするとこれまでこの広告の適合性という3の画面表示されてこなかったと思うのですが、このような画面が表示されるようになります。もう表示されていらっしゃる方もいるかとは思うんですけれども、表示されていない場合も今後徐々にこちらの画面表示されるようになります。
で、私の場合すでにちょっとこの画面の上部にちょっと注意書きが表示されるんですが、これが表示されなくなってしまったんですけれども、一番上のところにこの広告の適合性、なぜ行うのかという詳細な説明と YouTube クリエイターチャンネルによる解説動画のリンクがございますので、そちらも見ていただくとより理解ができるかと思います。で、このように8個項目があります。不適切な表現、アダルトコンテンツ、暴力、有害な危険な行為、薬物に関するコンテンツ、差別的なコンテンツ、銃器に関するコンテンツ、デリケートな問題と8つ項目があります。それぞれこの三角矢印をクリックしていただくと2個もしくはだいたい3個ぐらいの項目があります。で、これをよく読んでいただいて、自分が投稿する動画どれかに当てはまるかなという場合はチェックを入れてください。じゃあ例えばこの不適切な表現の中で軽度の冒涜的な表現が使用されている、タイトルサムネイル動画の冒頭で自主規制された冒涜的な表現が使用されている、動画の冒頭以降で非常に冒涜的な表現、放送禁止用語などが使用されている、また非常に冒涜的な表現がミュージックビデオで使用されているなどとあります。じゃあ例えばこれに該当するかなという場合はチェックを入れてください。そうするとこの場合は広告掲載に特に問題ないよということで、この右側の見込まれる収益のところも緑色のドルマークでオンになってます。広告や YouTube プレミアムや、グッズ販売などすべてチェックが入って OK ですよという表示になっております。じゃあ例えばこれ上の方じゃなくて下、タイトルサムネイル動画の冒頭で非常に冒涜的な表現が使用されている、ミュージックビデオのタイトルまたはサムネイルで非常に冒涜的な表現が使用されている、こっちかなという場合、こっちにチェックを入れると制限付きという表示になりました。そして黄色いドルマークになっております。ここにも広告を制限という表示が出ております。で、広告は制限付きになって、でただ YouTube プレミアムや YouTube のグッズ販売などの収益はできるよというふうにチェックが入っております。このようにすべての項目確認をしていただいて、自分がこれからアップロードする動画がどのような動画なのか、ここでチェックを行ってみてください。で、これ元に戻すをクリックするとすべてのチェックが外れます。で、このような項目すべてチェックしたんだけれどもどれにも当てはまらないという場合はこの上記以外こちらにチェックを入れてください。主にこの上記以外にチェックを入れる方が多いのではないかなと思います。こちらにチェックを入れますと右上見込まれる収益も緑色のドルマークでオンになって、広告や YouTube プレミアムグッズ販売などの収益すべてチェックが入って収益化できるよというのがこちらで確認ができます。よろしければ次へをクリックして終了画面やカードの追加、そして最後公開設定ですね。公開設定で公開もしくは限定公開、非公開、スケジュール設定などを行ってください。で、ここで一つポイントなんですけれども、自分の動画 YouTube の人の目によってで審査をしてもらいたいという場合はこの限定公開にチェックを入れて保存をいたしましょう。そしてここの収益化が黄色いドルマークになってしまった場合は、じゃあ例えば別の動画でご説明いたしますけれども、このように黄色い制限付きというふうになってしまった場合は広告の適合性、こちらにカーソルを合わせるとこのような表示が出てまいります。で、この動画はほとんどの広告掲載に適さないと判断されてしまっているよというのが書いてあります。この審査をリクエストというのをクリックすると人間による審査のリクエストという画面が出てきて、自分の動画はこの広告掲載に適したコンテンツのガイドラインに準拠していることを確認したので、もう一度人の目による審査を行ってくださいというリクエストになります。こちらチェックを入れて審査をリクエストをクリックすると人の目による審査が入って問題なければ収益化ができるようになります。では、例えばこちらの広告の適合性のチェックですね、ご自身でチェックをしていただく必要があるんですけれども、やっぱり広告収入は欲しいものなので、例えば暴力的なシーンが含まれてしまっている、本当だったらここにチェックが入るんだけれども広告収入が欲しいからといって
こちらチェックを入れずに動画をアップロードした場合、そのような場合は基本的には正しい自己評価をしなかった場合は YouTube 側が機械判定によって審査をいたしますので、そちらが優先されます。それももし納得がいかないという場合は、先ほどと同じようにこの人間による審査のリクエストを行ってください。ただあまりその正しくない自己診断を繰り返していると YouTube 側の信頼度が落ちてしまいます。正しい自己評価を繰り返していると YouTube 側の信頼度がアップするので、機械判定よりも自己判断の方を優先されるようになるんですけれども、正しい自己評価をしないことを繰り返してしまいますと、最悪の場合 YouTube パートナープログラムから除外されてしまいますので、そうなってしまうともう収益化全くできなくなってしまいますので、ちょっと面倒な感じもしますし、何かちょっと自分でこう申告をするというのはおかしな感じがするかもしれませんけれども、自分の動画が果たして広告化に適しているのかどうかというのを自分で判断するためにも自己診断プログラムきちんと行ってください。なおこのように項目によってはヘルプ記事へのリンクが表示されているので、もしわからない場合はこういったヘルプ記事を開いて確認をしてみてください。また解説ページに広告に適したコンテンツのガイドラインのリンクご用意してあります。こちらクリックして開いていただきますと、先ほどもご紹介いたしました広告掲載に適したコンテンツのガイドラインのページが出てまいります。こちらには詳しくどのような動画が広告掲載に適していないのかどうか確認することができますので、ガイドラインもよくチェックをしてみてください。なお今回ご紹介したこの自己診断プログラムは、これからアップロードする動画で必要な項目となってまいります。すでにアップロード済みの動画は不要になりますので、設定をする必要はございません。今後新しく動画をアップロードするときに必ず設定を行ってください。また黄色いドルマークついてしまうと制限付きというふうになってしまうんですけれども、 YouTube クリエイターインサイダーチャンネルにはこの黄色いドルマークでも収益を増やす方法など解説をしてくださっておりますので、このような動画もぜひ参考にしてみてください。自分の動画が広告掲載に適しているのか、収益化できる動画なのか、もう一度自分で考えるチャンスだと思います。ぜひこちらよく確認をして YouTube 自己診断プログラム正しく診断を行ってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画の配信を行っております。チャンネル登録お待ちしております。